君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校であった怖い話極め続きをやっていきます。進度と洗いがね、終わりましたね。でちょっとここで女性を挟んでおきたいなと思いまして、なんとなくなんですけど、岩下さんでこの毎回映画風なのがいいね。私の番ね。それじゃあ怖い話をしましょうか。改めて自己紹介するわね。私の名前は岩下明美、高校3年生よ。私ね、この話をする前にちょっと質問したいことがあるの。モーソルくん、いいかしら。嫌って言われても質問させてもらうけど、あなたは優しい人かしら。まあ優しいんじゃない。優しいよ。ふふ、自分でそう答えるなんて大したものね。二ほどの自信家か、さもなくば本当に優しいのか。まあいいわ、あなたの目を見ればどちらなのか自らわかるもの。あなたが優しい人ならばどんな約束でも守れるかしら。時と場合によるそんな風に言わないで。誰かと約束したら必ずそれを守る人になって、お願いよなんでそんなことを言われなきゃいけないんだ。承知してくれるなら約束して。あなたは約束を守れる人で、守る人でしょ。守るよ、基本的には。ありがとう、あなたっていい人ねほぼ誘導尋問だったね。それじゃあ最後の質問をするわね。モーソルくん、あなた人の忠告は素直に聞ける方かしら。一、素直に聞ける、聞けない、言う相手によるも、言う相手による。まあ状況なんだろう、その人が言うことが正しいかどうかをしっかり吟味する、真面目に言うと。なんで言う相手による。そう、それも一つの考え方ね。よかった、理解してくれた。でもいろんな人の忠告を聞かないと必ず後悔するわよ。あなたの学校は危険すぎるんですもの。ものすごい霊気が渦巻いているわ。人の忠告は聞くようにしなさい。さもないと何があっても知らないわよ。じゃあ答えて。あなた人の忠告を聞く。え？もう、じゃあ聞くよ。あなたならそう答えてくれると思ってたわ。ふふ。絶対この人は付き合ったら束縛するタイプの人だ、きっと。じゃあ話を始めるわよ。これはね、ある一人の男子生徒が偶然出会ってしまった悲劇のお話よ。その日彼は補習で遅くまで残されていたの。そうね、名前はそう、仮にこう呼びましょう。モーソルプライムいい名前でしょ。いい名前だね。ごめんなさいね、私もその男の子の名前を知らないの。だからあなたの名前を付けさせてもらうわ。モーソルプライム、いい名前だわ本当に。補習はね、プリントを渡されてその問題が解けた人から帰っていいというものだったわ。結構難しい問題が何台も載っていてね、簡単に解けるようなものじゃなかったの。もともと補習を受けるような人たちでしょう、あまり勉強が好きじゃなかったわね。だから適当な答えを書いて職員室で待っている先生に見せに行ったわ。直接先生が監視していないのをいいことに参考書を見たり、みんなで相談するのものもいた。それで先生の指示を仰いでさっさと帰っていったの。その辺は先生も分かってたんでしょうね。まあ形だけの補習だったのね。でもモーソル君だけは違った。真面目にプリントに向かったわ。一度した約束は破らない真面目な性格だったの。相手が先生ならばなおさら約束は守らなきゃいけないわ。まるで本当にあなたみたい。だから彼は一人で教室に残って最後まで問題を解こうとした。どんなに考えてもヒントさえわからない問題をね。なんだお前、まだ残ってたのか。忘れてたよ。もう帰っていいぞ、もうそれ。先生はもうてっきり全員が帰ったものだと思い込んでたの。教室の明かりが見えるし、不審に思って覗いてみたらまだ一人残ってた。それで驚いて声をかけたわけ。ひどい話よね。まあ先生の許しが出たわけだし、帰る用意をして太回りを見たらすっかり暗くなっていたの。辺りもシーンと静まり返ってね。誰もいなかった。たった一人学校に取り残されたの。もうこの時点で怖いじゃん。今にも消えそうなほど薄暗い蛍光灯が弱々しく灯っているだけ。カスカスと乾いた足音が響くだけで他の音は何も聞こえなかった。
放課後の校庭で遊ぶ生徒たちもクラブ活動に汗を流す学生たちももう誰もいなかった。ふと時計を見ると8時半。自分でも驚くほど遅くなっていた。彼の教室は校舎の3階にあったの。目の前には2階へと続く階段、そしてまっすぐ伸びた廊下の先にはもう一つ2階へと続く階段があったわ。どっちの道を選んでも校門までの距離は変わらない。あなただったらどっちを選ぶかしら。目の前の階段を降りる。まっすぐ伸びた廊下の先にある階段を降りる。まあ、目の前の階段降りようか。そう、あなたはその道を選ぶのね。彼と同じよ。考え方が似ているのかしら。彼は目の前の階段を降りたの。3階から下の階段に降り、ふと廊下を見ると、そこは自分の教室があったわ。彼は確かに階段を降りたはず。でもここは間違いなく3階。どうする？もう一度階段を降りてみる。え？もう一回降りる。もう一度試してみよう。彼は再び階段を降りてみたの。気持ちが焦って自然と早足になったわ。彼はつまずきそうになって思わず壁にしがみついたの。階段は足元が暗くて、なんだか闇に向かって降りているような感覚だった。下の階にたどり着くと、彼はまず廊下の端の教室を見たわ。するとそこには自分の教室があったの。確かに階段を降りたはずなのに、何階降りても3階に着くのよ。気味が悪くなった彼はこの階段を降りるのを諦めて、目の前の廊下を歩くことにしたの。向こうの端にある階段から帰ることにしたのよ。まっすぐ伸びた長い廊下は夜歩くと本当に怖いもの。明かりがまばらにしかないから自然と足が遅くなるの。気持ちでは焦って早く歩いているつもりでも、なぜか遅くなってしまうのね。おかしいな。彼はふとつぶやいたの。なぜかいつもより廊下が長い気がしたから。いつもならもうとっくに橋について階段を降りているはず。それなのにいつまで経っても廊下が終わらない。歩いても歩いても先に階段が見えているのに近づかないの。これは変だと思って振り返ると、自分が歩いてきた痕跡は確かにあったの。歩いたと思われるほどの廊下を確かに進んでいた。変だなと思ってもう一度前を見ると、目の前にも長い廊下が続いていたわ。こんなに長い廊下だったかな。彼は首をかしげたわ。夜の学校なんて歩くのは初めてだったから、距離感がつかめないのかもしれない。そうも思ってみたけれど、なんとなく気味が悪くもあったわ。どうする？このまま廊下を進んでみる。このまま廊下を進んでいる元いた場所へ引き返す。まあ、進んだ方がいいんじゃないか。彼はとにかく進むことにしたの。ここまで歩いたんだ。歩いたんだからもうすぐ向こうの階段に着くはずだ。そう思ってね。でもどうも様子が変なの。辺りが暗いからか廊下の先がよく見えないのよ。なんだろう、蛍光灯が古いのかもしれない。彼はパチパチまばたきをして、よく目を凝らして天井を見たの。そこには何も見えなかったの。お、そこはただの闇。彼は急いで辺りを見回した。前にも後ろにも廊下が続いていたわ。でも廊下の端は見えない。そこにはただ闇が広がるばかり。闇は自分に迫ってくるようだった。これは停電じゃない。彼はそう思ったわ。このままでは闇に飲まれてしまう。逃げなくては、逃げなくては。うわー、彼はどうしていいか分からず走ったわ。廊下の端に向かって腕を激しく振って、足音が響く。汗が散る。震えているのは体かしら、足かしら。たどり着けない。廊下の端につかない。足音が彼をせき立てるようにこだました。でも廊下の終わりは見えない。なんだろう。暗闇の中にふと気配を感じたの。うわ、
何かがいる。廊下の向こうに人の気配がする。黒い影だ。なんだろう。モーソル君は思わず足を止めたわ。肩で息をしながら、喉が痛くなるほど呼吸を繰り返しながら、黒い影は壁のあたりにうずくまってもぞもぞと動いているの。それは人のようでもあるし、肉の塊のようでもあったわ。どうする？あなた逃げる？それとも、近寄ってみる？はい。彼は勇気を出して一歩一歩足を踏み出した。相変わらず廊下の端は見えなかったけれど、その黒いものはだんだん近づいてくるのが分かった。ゆっくりと足を踏み出す歩調に合わせ、そのものははっきりと姿を現し始める。それは一人の少女だった。学校の制服を着た女の子が壁に寄り添うようにして座っていたの。途端に今までの恐怖が吹き飛んだわ。ほっとため息をつき、彼女の元に駆け寄ったの。一人だと心細いものも、二人だと心強い。彼女は泣いていたわ。顔を覆うようにして、すすり泣く声だけが聞こえていたの。ダメなやつじゃん、これ。どうしたの、こんなところで。何かあったの？彼は声をかけてみたわ。彼女は顔を覆う二つの手の隙間から、ぎょろりとした目を二つ覗かせ、彼のことを見ていったの。足が痛くて歩けないの。だから休んでいるの。お願い、助けて。彼女は途切れ途切れに小さな声でそうつぶやいた。痛む足をかばうようにして、彼女はそっと足を折り曲げていた。こんなところでたった一人、女の子がいるなんて不思議だと思わないかしら。思うでしょ？あなたどうする？彼女を助けてあげる？それとも放っておく？ええ。まあ、助けてあげようか。そうね、そうしなきゃいけないわ。だってあなたは優しい人ですもの。くそ。自分でそう言ったんですものね。困っている女の子は助けてあげなくちゃいけない。もしそうしなかったら、私あんたのこと殺しに行くかもね。メンヘラだ、逃げろ。あら、ごめんなさい。驚かないで。だって私嘘つきが大嫌いなんだもの。自分のことを優しいって言ったら、そういう行動を取らないと。いいわね。これからも嘘はつかないで。私は嘘つきが大嫌い、何度言うねん。嘘をつくやつは殺したくなるの。わかったわね。あんたは彼女を助けた。大丈夫かい？僕がおぶってあげるよ。あんたは彼女を優しく抱き起こすと、背負ってあげたの。彼女は言ったわ。ありがとう、私のこと話さないでね。あんたは優しいもの。なんて答えたかわかるでしょ。いや、もういいようにしないと殺されちゃうもんな。そう、あんたはそう答えた。だって優しい人だもの。怖ぁ、なんかこの喋り方。当然よね。そしてゆっくりと歩き始めたの。彼女の体は冷たかったけれど、とても軽かった。まるで誰も背負ってないかと思えるほど軽かった。それでも彼女の細い手が首に巻きついてくる感触だけは分かったわ。一人ではないということが、ちょっとだけ勇気を与えてくれた。でも廊下の端は近づいてこない。少しも前に進んでいる気がしない。しかも後ろで変な音が聞こえ始めたの。そういえば廊下の反対側にも黒い塊があったのよね。あれが何だったのかは結局わからずじまい。それが音を立てているのかもしれない。振り向こうかどうしようか、あんたは迷ったわ。その時彼女の息が耳元にかかったの。振り向かないで。振り向いたら大変なことが起きるから。絶対に振り向いてはダメよ。冷たい体とは裏腹に生温かい息だったわ。耳元をくすぐるような嫌な息。その息から逃げるようにして、あんたは目を落とした。そして彼女の手を見たの。ああ！驚いて振り落としそうになったわ。彼女の手はカサカサに乾いて、まるでミイラみたいだった。骨に薄皮が一枚、申し訳なくへばりついているような細い手。伸びた指は骨そのものに見えたわ。どうしたの？体が震えているわ。寒いの？寒かったら私が温めてあげるわ。耳元でささやく声はとても優しかった。
それでもなんだか年老いた老婆のようにしゃがれた声にも聞こえ思えたわ。時折頬を撫でる彼女の髪は真っ白だった。確か抱き起こした時は長くしっとりと濡れた黒髪だったはずなのに、今見えるのは暗闇にひときわ映える白い髪。一体自分が背負っているのは誰なんだろう。人間じゃないのかもしれない。振り向けばその答えがわかるわ。どうする、あんた振り向いてみる？絶対振り向かない。振り向かないでってだって言うから。そうね、あんたは人の忠告は聞くんだものね。そうよ、彼女の忠告を聞かなければならないわ。あんたは振り向いてはいけない、何があろうとも。あんたは私に言ったんですもの、人の忠告は聞くって。嘘はつかないでね。嘘をついたら殺すわ。怖っ。怖っ。こんなキャラだったっけ。怖え。私は嫌なの、嘘をつくやつが許せないの。いいわね、あんたは振り向かなかった。それでも恐怖は消えないわ。一歩一歩と足を踏み出すたび、あんたの全身を恐怖が染め上げていく。そしてあんたの首筋に巻きつく女の子の手がなんだか締め付けてくるような気がしたわ。なんだかとっても息苦しい。歩く振動に合わせ彼女の手は間違いなく首を締め付けてくる。間違いなくなんだ。細く冷たく硬い指ががっちりとあんたの首に絡みつくのよ。振り向けば彼女は消えてしまうかもしれない。振り落とせば彼女から逃げられるかもしれない。どうする、振り向いてみる？いや、振り向いちゃダメなんでしょ。振り返る、振り落とす、何もしない。もうちょっと守ってみようか、忠実に。あんた偉いわね。振り返れば彼女の忠告を聞かなかったことになる。振り落とせば彼女との約束を破ったことになる。あんたは必死に耐えたの。そう、恐怖で凍りついてしまいそうな心臓をかばいながらあんたは耐えたわ。長い廊下ね。いつになったら廊下が終わるのかしら。こんなに長い廊下、学校にあったかしら。でも普通に喋るんだね。誰に言うわけでもない彼女の声は闇に紛れ溶けていったわ。なんだかとっても寒いわね。彼女がそう言った途端、あんたの後ろから冷たい風が吹いてきたわ。そして腹の底から絞り出すようなうめき声が聞こえてきたの。まるで地獄の亡者たちが地の底から生けるものを恨み罵るような陰湿な声。それは風の音かもしれない。でも風の音ではないかもしれない。耳元でまた彼女の声が響いた。あっさやいた。怖いだろ、振り向いているかい。もう少女の喋り方じゃないじゃん。もう振り向けば楽になれるよ。もう怖がらなくていいんだよ。誘うような甘い声。どうする、振り向いてみる？振り向かないと死んでしまうかもしれないわ。あ、音なくなった。怖っ。ああ、たまたまだった。振り向きません。はい。それでも振り向かなかった。徹底してるな。彼女の忠告を聞いたから。彼女との約束を守ったから。そうだよ。きーや、怖っ。突然耳をつんざくような甲高い音が響くと、あんたの首に絡みついていた細い指に力がこもった。やめてくれ。あんたはそう叫ぶのがやっとだった。そして意識が遠のいていった。ごめんなさい、あなたじゃなかったわよね。もう一人のモーソル君。そう、もう一人のあなたの話だったわね。彼が気づいたのは次の日の朝だった。同じクラスの生徒に助け起こされたの。どうしたんだよお前、なんでこんなところで寝てるんだよ。そう言われても彼は何て答えていいのかわからなかった。意識がはっきりするにつれ自分が体験したことを思い出し、慌てて廊下を見回したの。廊下は朝の光を受けてはっきりと見えたわ。いつもの見慣れた廊下がそこにはあった。端から端まで見通せるいつもの廊下が。そして自分は教室の前で倒れていたの。助かったんだ。そうつぶやくのがやっとだった。あれはすべて夢だったのかもしれない。勉強で疲れて悪い夢を見たのかもしれない。旧友は彼のことを変な目で見ていたわ。そして言ったの。お前どうしたんだよ、首に変なあざがついてるぜ。うわぁ、言われて鏡で確かめたわ。首にはまるで締められたような指の跡が浅いになっていたの。
怖っ。結局なぜ廊下があんなに長かったのか、そして彼が背負ったものは何だったのか、何も分からずじまいだったわ。後ろを振り向けば正体は分かったのかもしれない。でも代わりに命がなくなってしまったかもしれないけど、首のあざは1ヶ月ほど消えなかった。そういう恥ずかしいね。それでも彼は助かったの。最後まで約束を守ったおかげかもしれないわね。廊下のない学校なんてないわよね。これはあなたの学校でも起こりうることなの。でもあなたは約束を守り、忠告を聞く優しい人ですもの。そうです、大丈夫。私はいつまでもそれが変わらないことを祈ってるの。祈ってるわ。人間ってよく気が変わる生き物だから。うふふ、気をつけなさいね。これで私の話は終わり。さあ、次は誰が話すのかしら。ふう、無事終わりましたね、約束。これあれですね、オリジナル版というか、まあ、スーファミ版の方にも、あ、スーファミじゃないか、俺がやったのは、プレステ版か、にもあった話でしたね。はい。なんかこの、岩下さんもね、特別なルートというか、あるんですけど、ちょっと発生条件がね、今の状況だと難しそうだったんで、ちょっと今回はね、オリジナル版と同じものをやったんですけど、エンディング違かったと思うんで、前回の見たい人はわかると思うんですけど、オリジナル版の方めっちゃ怖いんで、オリジナル版っていう言い方が正しいかわかんないけど、無印版ね。あ、無印でもないか。学校であった怖い話ですのね。実況をやった時のこの話が本当に怖かったんで、また違う選択肢なんで、ぜひね、概要欄に貼っておきます。前回のやつよかったら、お時間がある方はぜひ見てください。同じ、途中まで同じですけど、まあ、後半ちょっとね、恐ろしいことになるんで。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。もしこの動画が怖いと思ってくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ他のシリーズ、来週は前のシリーズを見てください。というわけで、プライムが喋ってました。バイバイ。